エンゼルス・マイナス・パドレス8月27日日本時間28日アナハイムエンゼルスタジアムエンゼルス大谷翔平投手が1番 DH で先発出場両リーグトップの42号を期待する地元ファンから大きな声援を送られている前日26日と27日にはメジャー屈指の打球速度ではなく現地ではアイアンショットサンシャインショットとも言われた 高々と打ち上げての41号を放ち、その余韻は、球場が変わってもまだ続いているような状況だ。打球角度45度という一発に、メジャーリーグアナリストである、秋篠瀬氏も、聞いたことがないと強点した。前日までに41本塁打と、自己最高のシーズンを送っている大谷は、キャリア初の規定打席にも到達。投手としても8勝を挙げるなど、投打に刀流として、 大活躍している。屈強なパワーヒッターも多い中、大谷のバットから生み出される打球は、時に、時速180キロを超え、現地メディアでも驚きの数字だと取り上げられている。ただ、大きく打ち上げての41号は、また、一味違った、驚愕の一発だった。前日のホームランを振り返った、秋瀬氏は、打ち上がった角度が45度ですから、普通は、 ガイアフライなのに45度のホームランなんて聞いたことないと絶賛。実況していた近藤悠治アナも、現地はアイアンショットのようなホームランと表現していましたと付け加えた。近年、メジャーを中心に定着してきた打球を飛ばす上で、効率的であるといわれる指標、バレルでは理想的な角度が26から30度とされている。この1.5倍にもなる45度は、一般的には、 上がりすぎだが、打球が落ちたのは、ライトフェンスの向こう側。これもまた大谷のパワーの産物だと、驚きの声は止まなかった。フリーアナウンサーの徳光和夫さんが28日、パーソナリティを務める、日本放送、徳光和夫とくり。火曜サタデー、土曜、午前5時に生出演した。番組では、エンゼルスの大谷翔平投手が26日、 日本時間27日、敵地でのオリオールズ戦に、1番 DH で出場し、先頭で迎えた初回の第一打席、お軍先発左腕のアキンから、右翼席に7試合ぶりの41号ソロを放った、ことを報じた。大谷の活躍を、徳光さんは、大したもんだねと感嘆すると、アシスタントの石川美幸アナウンサーが、大谷さん、ショータイムですよね、と返した。これに、徳さんは、でもね、 そのうち、中田が、ショータイムを作ると思いますから。ジャイアンツの、何か、負け惜しみみたいだけど、と日本ハムから移籍した巨人の中田翔内癒しの、活躍を期待した。続けて、大谷の本塁打を、17の背番号が、くっきり見えるんだよね、大谷のホームランって。これが美学だと思うと絶賛していた。エンゼルス大谷翔平投手、27、の次回登板は、 31日日本時間9月1日のヤンキース戦に決まった。ヤンキースを相手に先発するのは今季2度目。前回6月30日、同7月1日は敵地ヤンキーススタジアムでの登板で2、3回を投げ、2安打4支給、7失点で1回持たずに降板した。敵地から本拠地へ場所を変え、好調のヤンキース打線を相手に。 リベンジの機会となる。1番 DH で出場しているエンゼルス大谷、翔平投手、27が、第1打席は、左翔で凡退した。1回無視、右腕マスグローブと対戦。フルカウントから6球目のカーブを打ち損じ、打球は高く上がったが、左翔に倒れた。第2打席は3回一時、2球目のカーブを引っ張り、2ゴロで凡退した。第3打席は5点ビハインドの6回無視。 カウント2から2からのカーブを捉えたが、中飛に倒れた。第4打席は8回一進一塁、初球の内角高め、直球をスイング。打ち上げて、右ひで凡退した。